吉田さん、プロジェクター買うんですか？いいじゃないですか。なんか私思うんですけども、迷ってるなら買った方がいいですね。で、買うと迷いがなくなりますから。ね、買わないとずっとその悩みが付きまとうんですよ。で、それって自分のパフォーマンスを落とすと思うんですよね。で、そもそも欲しいものがない状態の方が有利なのか、欲しいものがあった方が有利なのかって考えたら明らかじゃないですか。じゃあビジネス塾に入らなくていつかお金ができるのか、ビジネス塾に入った方がお金ができるスピードが早まるのか、これ明らかじゃないですか。お金が貯まったら買いますってね。いや、お金作るための塾を後回しにしといて、お金が貯まったらって、貯まんないから困ってるんでしょって話ですよね。だから即買うべきだと思いますし、買ったら徹底的に使い倒すべきだと思うんですよね。それに尽きるんですよ。で、吉野さんは商品をね、17万かなんかで買ったにしても、その17万を取り戻す方法はすでに知ってるんで、購入というよりも完全に経費投資ですよね。でも物を買って躊躇するってことは、買って終わりだと思っちゃう、そういうふうな苦い思いがあるんじゃないかなと思うんですよ。これほとんどの人の思考ですよね。で、すでに私も買うものっていつも決まってるんですよ。最近ね、ミニカーと、トミカのミニカーと、それからプラレールですか、これをね、ほとんど全部買ったんですよ。総額12万5000円でした。ほとんど全部買いました。で、これを買って少しずつ小出しにしながら大和くんに使わせようかと思うんですよ。ね、すごくいいでしょ。だってもうまとめて全部買ってるんですよ。もう在庫にあるんですよ。あとはちょろちょろ出していくだけなんですよね。本当にいい世の中だなと思いますよ。これまともに買ったら時間もかかるし、買いに行くコストもかかるし、で、売価も高いわけですよ。まとめて買ったら安いですからね。で、リスクとしては、まあ、ミニカーとかプラレールにね、興味を持たない2歳3歳になるっていう可能性ぐらいなんですよ。でもその時は改めてまたね、どっかで売ればいいんで、まあそもそも別に売らなくても捨てても全然いいんでね、そのぐらいの金額だったら。要するに自分が使うものじゃないもの、人にプレゼントするものって受けるかどうかわからないんで、受けるにしても受けないにしてももう損はないって感覚なんですよ。でも例えば私がセルシオを買って3日で飽きたとしたら、すごい損失だって感じるんですよね。で、人にプレゼントして、ああ来たって言われるよりダメージがでかいんですよ。自分で使おうとしたものに関して使わないってのはね。まあとにかく毎日ね、私物を買ってますね。ガッポガッポ買ってますね。YouTube で手塚治虫チャンネルってのがあるんですけども、あれを見るたんびに本買うんですよ。手塚治虫シリーズ。この前ブラックジャック全部買いましたね。で、ついに、これも買いました。手塚治虫の、何ですかね。プロトタイプと言えるような作品。来るべき世界の上下巻と、メトロポリスというのと、ロストワールド。これ全て買いましたね。これはね、手塚治虫の原点中の原点なんですよ。もう聖書みたいなもんです。もう火の鳥と同じぐらい同格にすごく大切な本ですね。それから藤子不二雄の漫画道も買いました。このシリーズもね、もうほとんど一気に手に入れました。ですんで、メルカリで、よくね、値下げとかやるでしょ。私、値下げの前に買うんで、ぼーっとしてたら私が全部買い尽くしますからね。というのがね、金があるから買うっていうんじゃなくて、その50円100円を値下げ競争してる時間がもったいないですよ、やっぱりね。だから迷ったら買って、自分が手に入れた最大限自分の可能性を広げた状態で人生って進めていかないと、その向こうにまた可能性があるわけですからね。でも今日と同じ、まあなんていうんですか、所有物とか欲しいもの放置したまんまで、同じサイズで可能性って同じぐらいしか広がらないんですよ。でも、あらゆるものを手に入れられるとき手に入れて、行動範囲を広げたときに、新しい可能性ってもっと広がると思うんですよね。私はそういう考え方ですね。お金がないときでもそうやってたんで、借金が3000万も貯まるわけなんですけどね。もうね、私はね、人生終わったときに、借金があろうが、遺産があろうが、全く死んでるんで、無関心なんで、もうね、できるだけ借金残してやろうかな、ぐらいの気持ちで、思ってますけども、まあ多分資産が残る可能性の方が高いでしょうね、もうね。まあとにかくね、欲しいものは全部手に入れた方がいいと思います。で、特に無料のものはやんないとね。吉田さん言われた通りですよ。安いものをみんなね、あれこれ買うんじゃなくって、無料のものを使い倒せば、そこから利益が無限に生まれてくるから、安い高いに関係なく手に入れられると思うんですよ。このサイクルを早く作ることですよね。このサイクルこそがビジネスなんですよ。だからビジネスをまずは物にして、お金の問題解決をしていくこと。そのお金の問題解決も別にね、毎月1000万2000万稼ごうって話をしてるわけじゃないんですよ。本当にね、まあ
言ってね、100万200万とか毎月ですよ、プラス5万10万の話をしてるわけですからね。みんなの銀行ぐらいやりましょうよ。いってらっしゃい。